それでは FOSTEXFF125WK を使ったバスレフスピーカーの製作第4回目の前編スタートしたいと思います。今回はですね、塗装の作業の工程についてご説明したいと思います。まずですね、前回までにスピーカーボックスの表面に突き板を貼りましたけれども、この突き板というのがですね、木の中で水を運ぶ管、導管というんですけれども、それがあるためにですね、かなり凸凹になっているんですね。今ご覧いただいているのは、その突き板の表面をマイクロスコープで撮影したものです。で、これからですね、この凸凹を、塗料を塗っていくことで、埋めていく作業というのを行います。でその時にですね、ニスを使ってやりますと、まず第一に、ニスっていうのは少しお高いんですね。それから、非常に硬いので、研磨もなかなかしづらいということがありまして、その下地材として専用のサンディングシーラーというものがあります。ですので、まずこのサンディングシーラーを塗っては研磨し、塗っては研磨しということを繰り返していきながら、徐々にその銅管を埋めていってですね、で鏡面仕上げにした後、最後の総仕上げとしてウレタンニスを塗るというふうな流れで進めていきたいと思います。でこれを、もう少し詳細にご説明しますと、これは私のやり方なんですけれども、他にもいろいろやり方あると思うんですけども、私の場合はまずサンディングシーラーは、塗って乾かして、塗って乾かして研磨する、こういうのを繰り返していきます。これによって銅管が埋まって、表面が鏡面仕上げになった後、ウレタンニスで、塗って研磨してというのを数回繰り返して完成させるというふうなプロセスを進めていきたいと思ってます。でですね、そのサンディングシーラーを塗る様子を、中編で、そして、ウレタンニスを塗る様子を後編で、お届けしようかなと今思ってるんですけれども、おそらく、これからですね、このスピーカーボックスの制作に関する動画の更新のペースがパタッと遅くなるんじゃないかと思います。これから私はですね、おそらく毎日毎日、来る日も来る日も、塗っては乾かし、塗っては乾かしということを繰り返していくことになると思います。でいつもなんですけれども、そういうふうにしていると、この作業いつ終わるのかな、いつ鏡面になるんだろうというふうになってきて、だんだん心が折れそうになるんですけれども、そういうふうなことを続けていると、ある日突然ですね、パッとこう塗っている面が鏡面になるんですね。その時は非常に、やっててよかったな、続けてよかったなというふうなことで、非常に満足感が味わえるということなので、これがまたやみつきになってやめられないわけなんですけれども、ということで今回も粘り強くですね、下地材を塗って鏡面仕上げしていく作業、進めていきたいと思います。